さんが多分気になってると思うんですけれども、私なりの涙袋メイクをやってみたので、よかったら最後まで見てみてください。今回比較とかもしてみたので、そちらも最後まで見てみてください。どうぞ。はい、それでは早速始めていきたいと思うんですけれども、今回ですね、私が普段やっている涙袋のご紹介もちろんするんですけれども、お店で涙袋用のアイテムを売ってたので、この OK パレットのティアーズシャドウ&ライナーの01番のシアーピンクとシアーベージュのこの2色が売ってて、こちらも気になったので買ってみたんですけど、こちらの比較、普段やっている涙袋メイクを半分ずつの比較でやりたいと思います。伝わったかな、大丈夫かな。はい、でいつも使っている涙袋のアイシャドウが割とピンク系なので、この2番のシアーベージュの方を使ってみたいと思います。じゃあまず最初に気になったケアパレットのやつを使ってみようかな。まずパウダーで涙袋を作る。うん、こういう感じでパウダーになっております。で反対側がこう涙袋の影を作るブラシになってるんですけど、やってみますね。上のアイシャドウだけのせてるんですけど、他は何もしてない状態です。まずパウダーで涙袋を作るということで、ペンを寝かせるようにチップの側面を使い、目頭を避けて均等にラインを引きます。で一体感を出すために瞳の下に重ね塗り、境目を指でぼかすように軽くなじませます。涙袋のここを避けて、ここにのせる。あ、もうだいぶ涙袋がぷっくりしました。え、すごいですね、これ。目頭って塗っちゃいけないのかな。え、だいぶぷっくりしましたよ、こちらえ、こんな感じかな。あんまり塗りすぎると派手になっちゃいそうなんで、で、境目を指でぼかす。あ、結構ナチュラルですね、自然になりました。あ、すごいですね、配合成分、保湿成分っていうのが入ってて、ヒアルロン酸 NA とか水溶性コラーゲンとか、ぷっくりしそうな成分が入ってますね。そしてリキッドで涙袋の影を描く。パウダーを塗った下に涙袋の影になる部分に線を引くと、より立体的な涙袋が完成。へえ、聞いてみます。え、すごっ。え、だって全然違うじゃん。え、すごっ。これでもちょっと実際に手にのせると割と色がつくんです。あ、こう見るとそんなについてない。こうやって見ると結構見えますね。ちょっとぼかしてみますね。つきすぎちゃったかもしれない。え、でも便利ですね、これ。涙袋用のコスメだけありますね。そしてこれだけじゃないんですよ。リキッドで二重の線を描く。一重の方は二重にしたい部分に、二重の方は二重の線に沿ってラインを描くとくっきり二重の完成。え、どういうこと。あ、すごい。伝わりますか、この。え、実際に見ると結構わかるんですけど、こっちがすごい広くなったんで、やばい、これ写真の下で整形したって絶対なると思う。え、すごっ。幅がなんかすごい強調されました。わーお、すごいですね。はい、ということでこっちの目は完成しました。で、普段の涙袋メイクこっちに負けちゃったかもしれない。勝てないぞ。ということで普段の涙袋のメイクもやってみたいと思います。はい、まずですね、涙袋の影を描いていきます。涙袋の影で使うのはこちらです。ケイトのデザイニングアイブロウの EX の4番です。細い方のチップに取ってちょん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 って混ぜて描いていきます。え、ちょっとこっちの涙袋がすごすぎて勝てるかな。いきます。負けないぞ。果たしてどっちがいいんだろう。はい、ということで線を引き終わりました。今んとこまだ負けてますね、こっちに。いやー、悲しい。はい、ここで私の大好きな秘密兵器、こちらの RMK のインジニアスパウダーアイズの08番、もうなくなりそうなんですけど、これでもなんか私 YouTube に載せてからファンの方とかも買いに行ってくれたみたいなんですけど、売り切れになっちゃってるみたいで、私の分が売り切れになってるのちょっと困っちゃう。また買いたいので、ちょっと見つけたら教えてください。それではブラシに取って、で、負けたくない。いきます。割と私は広めに入れてます。あ、もうできたぞ。どっちがいいですか。
こんな感じで完成しました。負けたかもしれない。こっちの方がなんか白い範囲があるから、こっちの方がいいじゃんちょっとショック。でもこっちの方が腫れぼったく見えるんですよ。ピンクのものってちょっとぷっくりして見えたりするので、腫れぼったく見えるカラーなので、でもどっちがいいんですかね。涙袋メイクしてますよっていう感じのこっちの方がしちゃうかな。どっちが好きですか。どっちがいいですかね視力検査みたいになってるけど、でもやっぱりこっちがすごい派手っていうか、すごい強調されるので、派手に行きたいときはこっちを使った方がいいかも。夏で普段使いするのはやっぱこっちかな。はい、ということで涙袋を比較してみたんですけれども、どうだったでしょうか。いや、私自分でもこんなに変わると思わなくて、特にこっちの目まださっきのままなんですけど、やっぱ遠くから見てもこっちの方がなんか目が大きくなった感じがして、まあこっちの方がナチュラルで自然だと思うんですけど、こんなに変わるのかってちょっとびっくりしましたね。しかもこれ1個でやっぱ涙袋メイクが完成しちゃうので、あとねすごい丁寧ですね。色味とかやっぱ調節しなきゃいけないので、こっちだと1個でこんなに自然にできたので、すごく便利だなと思いました。気になった方は見てみてください。どっちが良かったよとか私すごい気になるので、コメントとかで書いていただけたら嬉しいです。参考にさせてください。それでは良かった方はチャンネル登録と高評価ボタンよろしくお願いします。それでは皆さん、おやすみルクティー。